グリッチスペース。ダブル ASD で動くジャンプ。まあ好きな空間だね、これは。もう僕の好きな空間ですよ。ダッシュはない。じゃダメじゃないの。やり直そうか。リスポーンじゃなくて、なんかこの壁がグリッチがかかってますよね。バリバリいってる。もう好きな感じですね。せめて穴にしてくれないかな、これ。じゃあ、もう落ちてやり直しが分かるぐらい。ジャンプ。ほう。潰されしみたいなのがありそうだね、じゃあ。うん。かっこいいな。かっこいいぞ。音をもうちょっと。バチンバチン言ってるのかっこいいね。うん。これは何も書かれていないキャンバスです。 You can add and connect nodes to the canvas to create programs that affect select cuboids in the world。 赤色の壁に対して、プログラムを作ることができます。クリックキャンバス、セレクトナンバーズ、セレクト10、ん10。 Nodes can be connected by the two ways clicking and dragging。 はあ、Nodes can only be connected in their output and input match。 これの出力にこれの入力を重ねるみたいなことをしないといけない。で、形でそれはつなげるつなげられないっていうのがわかるよ。ナンバー10をここにつなぐ。10秒間だけ扉が下がってるってこと？ん？あの10は何だ？何が10、何が10なんだったんだろう？数字の意味が分かんないまま。ただそういうゲームだということですね。今はここを登れるやんけ。赤いのはプログラム可能で、あそこに行きたいけどここの段差は乗れないよねと。だからあの赤いのがこっちに来てくれると嬉しい。で
ムーブオブジェクトフォワード、オブジェクトを前に前進させる。ほう。で、数字の、ああ、そういうことか。さっきの10秒間じゃなくて10マス分みたいなこと。だから1前に進めってやると1前に進んだの。これが1なの。うん、これで1、これで1かな、かな、本当落ちちゃった。単位が分かんねえぞ。このマスの3分の1で1とカウントしてんの。分かりづれ。これ1を変えたいな。20先に進んだ。だ。なるほどね。あ、じゃあこれってもうプログラム繋いだ時点で1動いてんのかな。いや、そうでもねえな。1、2、あ、接続をした瞬間に、ノードのもう一個のつなぎ方ってどうやるんだっけ。ちゃんと見ればよかった。あれあれ、すっげえ離れてく。おい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 、ちょ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 、なるほどね。これ1戻ってない。なんかなんで戻るのになんのこれ。ん？ん？なんで戻ってんだろう。に進む、1進むなら分かるんだけど、1戻るになるの？なぜ？分かんない。分かんないな。この子がの。まず前がどっちかよく分かんないっていうのがあるよね。じゃあネームスペース they after the available functions in your toolbox。 うん、何クリックはできないけど、 何か手に入れているのかな。だといいです。Codes connecting nodes together can be cut to separate the problem. However, often コードの上にハサミが出ると切ることができる。はい。True. Object is solid.右クリックでも消せる。消せる。ツールボックスから作ることができて、オブジェクトは今ソリッド、要はここに物体として固形物としてここに存在しているが、それを嘘ですってすると、これを消すことできないの？嘘です。オブジェクトはソリッドは嘘です。ならん。だってあと数字かイエスノーしかないもんね。え、これでダメな理由が分かんないな。この光がいってるタイミングでこれが反応してんのかな。
や、変わらず。これは消せない。どういうこと。オブジェクトの当たり判定を有効にしたりする、無効にしたりするなども、ロジックで嘘です、オブジェクト is solid は嘘ですって入れてるじゃんね、入れてるじゃんね。本当ですにするとそれ solid だもんね。ん、なんで嘘ですが入らんの、なぜ。例えばNot みたいな文法はまだ僕もらってないわけですよ。ソリッドではありません、ソリッドは嘘ですっていう情報を送ってあげないと壁を通過できないんだけど、手持ちが数字で、数字は今引っかかるものないでしょ。これがいかん理由がわからんのよな。これがいかない理由が分かんないと俺はこの先をもう進むことすらできないんだが、当たり判定がありありにある、バリバリにあるんだけど、でこのオブジェクトはもう、これが有効になってないの。いやでも光は言ってるから、このこれは生きてると思うんだけどな。マジでわかんない。ルールをちゃんと読んでこないといけない。これ何、これは嘘、これは本当。ここしかつなげようがないパズルでなんでこんな苦戦するのだ。助けてくれ、もうわからん。ここであれでしょ、ハサミとかなんかトゥルーとかここを通ることでゲットしてるんでしょ。それはいいのよ。瞬間にこれがもう当たり判定なくなってくれないとおかしいんだけどな。ちょっとリスタートしてみようか。ちょっとマジでちょっと困ったぞ、困ってるぞ今。困ってんな。当たってる状態からいいよ、切るじゃん。さっき六角形だっけ、まあいいや、切るじゃん、消すじゃん、フォルス入れるじゃん、つなぐじゃん。あれ、おいちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよバグならやめてね、バグだったらやめてくれよ、そんなのプログラム間違ってないんだから。これはオブジェクトがまず当たり判定あるようにするなった、なっとらへんやないか、おいバグっとるやないかこのゲーム、マジで。めっちゃ楽しみにしてたのに。トゥルーを入れないとダメ、トゥルーを入れて初めて有効になるってこと。トゥルーを入れた、でこの状態からオブジェクトを20マス前に動かす、わかるじゃんね、わかるじゃんね。主人公がもう離れてたのがとにかくまずかったのかな。チュートラ文句ばっかり言ってるけどめっちゃ期待してたからなんですよね。
データフローに気をつけろ。ここに壁作ればいいな。あ、違う違う。当たり判定を有効にする。自分が接触しなくても大丈夫だよね。接触してなかったらだってこのポータルガンである必要がないもんな。で、なんかもらえた。壁を、いくつかのノードは種類が違って、アブストラクションズ&コンテンマルチプルノーズホエンクリエイトフルファンクションズアズユープログレスでアブストラクションブレイクアパートギビングユーモアフリーダム、どういうこと？ベクトルが追加されました。Use the widget to move object ベクトル、あーで Y 方向に、なんこれ、なんだこれ、この数字はどうやっていじるの。数字をインプットにするのか。インプットに数字で20を上に持っていく。なるほどなるほどなるほど。 Y 方向に箱を20マス上げました。やっと調子が出てきたんじゃないか。僕どこに行けばいいのかな。まずデータフローを消したいから、この壁を上に10ぐらい上げる。上げすぎた。マイナスって持って、あ、戻るの？あ、戻るの？お前そうなんだ。初期位置に戻っちゃうんだ。はあはあはあ、それが悪さしてたんかな今まで。なんか状態を維持したまま次にスライドするのかなと思ってた。何気がしたいかというと、10これを切るとそっちに行く。これは 20XX だとこっちに来る。これに乗って20こっちに来て、この足場を Z の方向に近づけてきて、でこの足場を上に伸ばす。だからここを切って、今度は上だから Y で10上に伸ばす。楽しくなったんじゃないか。楽しくなったんじゃないか。楽しいゲームなのだ。ということで今回はここまでよっ。